ました OBS ライブが今日も夜の8時から生放送で1ヶ月ぶりにね、またお届けしておりますよ。ということでね、今日はまた VIP なゲストがスタジオに来ていますんで、早速ゲストの方からね紹介していきたいと思いますよ。今日来てくださってるゲストは小野ドットマンひろしさんです。わー、来ました。はい、どうも。来ました。本人がなんと、ミスタードットマンです。はい、どうも。こんばんは。こんばんは、どうも。はい、いや、ようこそいらっしゃいました。いえいえ。ということでですね、まずはちょっともう今日はね、いろいろありますんでね、はい、まずは、番組の、簡単な紹介からいきたいと思いますけども、はい、今日もですね、いろいろな内容盛りだくさんで、はい、そしてもちろんゲストのドットマンさん、小野さんともいろいろなお話をね、聞いていきたいと思いますので、ね、はい、最後までぜひよろしくお願いいたします。はい、どうもこちらこそ。いえ、もうね、 T シャツがまずドラゴンバスターですからね、はい、その時点ですごいこの力の入り具合、これ例によってですね、こちら見ている方はぜひともこちらにどしどしですね、お便り、そして、Twitter などでですね、メッセージをお寄せいただければと思います。はい、どんどんね、 こちらのソーシャルストリームの方までですね、小野さんに聞きたいこと、メッセージなどなど、いろいろね、どんどんお送りいただきたいな。知らない方ももしかしていらっしゃるかもしれないということで、軽くちらっとプロフィール紹介させていただきますけども、はい、今日来てくださってる、小野ドットマンひろしさんはですね、グラフィックデザイナーとして1979年にナムコに入って以来、もう数々の初期の名作、ディグダグとかゼビウスとか、もうギャラガなど、ロゴデザインやドット絵、その他いろいろインストラクションカードとかで、ね、その辺もデザインされているというですね、もうまさに重鎮中の重鎮というですね、非常にもう僕も今日はね、緊張しながら番組をね進めていきたいと思うんですけども、いや、ぜひともこれ見ている方もですね、はい、昔こんなゲーム遊びました、ナムコのね、まあ、この辺にあるようないろいろなゲームやりましたとかですね、こう小野さんに聞いてみたいこと、メッセージなどあったらですね、どんどんお寄せいただきたいなと。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、もう今日もいろいろね盛りだくさんなコーナーがあって、小野さんと一緒にね、いろいろビデオを見ながら進めていきたいと思うんですけども、はい、まず最初にですね、こちら番組の方で特集ビデオというのがあってですね、はい、こちらはですね、今日は、並木学さんというですね、これまたゲームの音楽をずっと長い間作られてきているというですね、まあちょうど小野さんが作られているこういうナムコのゲームを見て育って、その後ゲームを作って、こう音楽とかも作られているというですね、並木さんのインタビュー、今回がですね、初めて出るということでですね、4つパートに分かれております、インタビューパートで。今日の放送で最初の2つを番組の前半と後半に分けてお届けするようになっております。そして、残りの3と4は次回の OBS ライブでね、お届けしたいと思ってますんで、はい、そちらの方も楽しみにしてもらいたいなと思います。はい、ということでね、今日はね、もうこの辺にいろいろ、もうドットも大きいの、こう賑やかな感じで、ここにもあるんですけども、見えるかな、ね、ディグダグとかいろいろ置いてあるんで、後でいろいろそちらの方もね、話を聞かせていただきたいと思います。はい、ということで、じゃあまずは最初に、ビデオの方一緒に球を振ってもらえればと思いますんで、はい、じゃあビデオの方見てください。ビデオどうぞ。はい、ということで今日はなんと並木学さんにお越しいただいて、いろいろなお話聞かせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、もうね、前から OBS では並木様に話をね伺いたいと。とても光栄です。僕は OBS の大ファンなので。いやかなり長いこと業界で。そうですね、いろいろなゲームの音楽とか、はい、ね、携わるっていう、はい、高校卒業して、まあ1年浪人してる間ですから、18歳の時にアルバイトでゲーム会社に入ってからですから、今もう もうだいぶ経ってますけど、そうですね、そもそも業界に入ったきっかけみたいなのは、いや、もう本当にいわゆるゲームセンターや駄菓子屋に行くと、
そのインベーダーゲームとかの、はい、インベーダーハウスから駄菓子屋さんにお下がりで入ったような、はいはいはい、要は大人の遊びだったものがだんだんその商店街とか、まあ、駄菓子屋の軒先で子供が10円で遊ぶような感じのゲーム、はいはい、ちょっとプレイ料金が下がってきて普及し始めた頃にちょうど僕は小学生だったので、ええ、まあ見事にドストライクの感じで、はいはい、時代的にはイエローマジックオーケストラ YMO がシンセサイザーの音楽をポップな、そうですね、世の中に広めた、そのぐらいの同じようなタイミングだったんで、うん、すごく新鮮で、はいはい、そしてビデオゲーム の, そのテレビの画像もだんだん白黒からカラーになって、まあ、技術的にどんどん進化が激しかった頃です、ね、はい、ちょうどその頃です、うん、例えばですけれどもパックマンというありますね、ゲームがありますね、あちらですとそれまではインベーダーとか、ギャラクシアンとかっていうゲームですと、はい、そのドットのその四角の集まりで塊的に絵を表示してましたけど、ね、パックマンはその同じドットの塊なんですが円を表現 してます、四角いけども、四角いけど遠目に見ると円に見える、うん、それがコンピューゲームのグラフィックって丸も描けるんだ、確かにパックマンとかからだんだんこうキャラクターの絵がこうちゃんと出るようになった、はい、そうです、いわゆるスロットマシーンのスロットに描かれていたチェリーとか、うん、ベルとかっていう、うん、ああいうすごい綺麗だったんですね、当時、はい、子供心に見たら、そうです、そうです、すごい綺麗っていう、そういったグラフィックもキャッチーでしたし、うん、それからコミカルなそのタタラタタラタっていう音楽も、ね、オープニング音楽、うん、ああいったものがもう本当に小学生の心をわしづかみの状態で、で、まあ、当時お金小遣いなんかなかったんですけども、うん、まあ、お金がなくても誰かがそこに友達が集まってるんで、うん、誰かがプレイしてるから、はいはい、絵を見たり音が聞いたりできるんで、うん、やっぱりもう本当にカルチャーショックというか、うん、とてもそのビデオゲームっていう存在が街に現れたっていうのが、そういう時代とともに育ってきた、はい、そうです、でそのまんまおっさんになったというそんな少年、まあ、少年じゃないと思うんですけど就職する頃は、はい、就職する時のきっかけみたいなのは、あったんですか。最初アルバイトでですね、ある夢っていう会社がありまして、そう読みづらい名前の会社なんですね、はい、まあ、カタカナでアって書いて、うん、ルって書いて、ユが小さい、ちっちゃいユなんですよね、はい、でメ、これはなんかフランス語で火を灯すとか、そういうなんか夢があるって意味じゃなかったんですね。まあ、それもと引っ掛けてる。あ、なるほど、はい、つまり日本ダブルミーニングトリプルミーニングでいろいろあるみたいなんですけ ど, ど、でそちらの会社が、友達にが、グラフィックをやっておりまして、はいはい、でその友達がいっぺん、なんか波君スタッフが足りないんだけどゲーム会社って来てみないか、まあ、見学的な感じで誘われて、まあ、本当にさっきから申し上げたようにゲーム小僧だったんで、これは行くしかない、まあ、絵心が、そうなんです、をするようになったんです。そうです、絵心がないんですけれども、見学に行ったところ、そのすごいグラフィックを描かれてる方が いらっしゃったんですよ、はい、もうアイレムさんの R タイプのようなすごく緻密な、グラフィックね、レゾンっていうゲームで、レゾンすごいじゃないですか。その方が僕の師匠なんですけども、はい、その方が僕に、何も知らない僕に、ドット絵の描き方とそのグラフィックツールの使い方と本当に一から、そうなんです、丁寧に教えてくれる、はい、そうです、そうです、それのおかげで何もズブの素人でも一応爆発パターンとかアイテムキャリアのメカとか、まあ、多分その方もわけのわかんない学生みたいなのが来ちゃって、でもそいつに仕事をさせなきゃいけないからっていうで、猫の手も借りたいみたいな、そうです、そうです、それで教えてくださったと思うんですけど、それでおかげさまでそのゲームが世の中に出るところまで体験したところで、ゲーム開発の現場ってなんて面白いんだろうと、すごくエキサイティングだなと、はいはい、それでまあ浪人生だったんですけど、一応大学入ったんですが、その大学にも行かずにそこでアルバイトをしてじゃあ最初は全然音楽とか関係なしだった？音楽はもう単純に洋楽、80年代でマイケル・ジャクソンとかマドンナとかいいですね、80年代、はい、ちょうどこう MTV とかいっぱい流行ってた頃です、ね、本当に MTV であるとか、あとラジオ
の、そうですね、あの FM ステーションというあの雑誌とか、ああいうのでエアチェックして、そういういろんな世の中の新曲がランキングがみたいな、そうですそうです、本当にあのあれですよね、アメリカのポップチャートナンバー1つみたいな、ね、ベストヒット USA 的なのがいっぱいあったんですよね、はい、ああいった番組、あとピーター・バラカンさんのあのポッパーズ MTV、最高ですね、さすがご存知ですね、僕 もう当時ものすごいあの洋楽はハマってて、特にイギリスのチャートが大好きで、あ、そうですか、あ、じゃあデュランデュランとかね、いろいろそういうのも、ああ、僕もあれでトーマス・ドルビーって、トーマス・ドルビー最高ですね、ああ素晴らしい、もうここで来ましたね、そういったもので音楽っていうものを、あと もちろんその忘れちゃいけないゲーム音楽ですよね、そうですね、それもやはり盛り上がってます、はい、ビデオゲームミュージックっていうレコードありましたよね、はいはいはい、アルファレコード、はい、ゼビウスとか、ああいったもの、あの細野晴臣さんのプロデュースのやつ、ナムコのゲームの曲がいっぱい入ってる、はい、あれをやっぱり予約して買いました、本当にもう最初の頃からゲームミュージックを聴き続けてたって、はい、そうです、さすが、いや、それでもうゲームミュージックがきっかけで、うん、そういう洋楽とか、はいはい、あとハードロックとかそういう、ね、あ、もう幅広くいろんなジャンルを、そうです、そうですね、高校の頃はメタル小僧でした、あ、メタルでも OK だ、はい、もうあのメタリカとかメガデスとかっていうそのハードなやつ、はい、スラッシュメタルとか、なんかそういうのが大好きで、よくライブに行ってましたね、あのミニね、ジャ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 みたいなギターのよくフレーズ、そうですね、ドロック、はい、あれを MSX パソコンの、あのアルバイトして買った MSX パソコンの PSG でププププププみたいな感じで3和音しかない、そうそうそう、でもなんかちょっと音をずらして重ねるとなんかちょっと厚みが出たりとか、ああ、なるほどなるほど、それでなんかいわゆるオリジナルゲームみたいのを空想してて、それ MSX はいつぐらい、いくつぐらいの時に買ったの？ずっといわゆるその当時マイコン持ってない人はナイコンって言われてたんですけど、はい、ナイコンがだいたい高校1年ぐらいまで続いて、高校1年の時にアルバイトして、MSX2 を買いました。ああ、なるほど、はい、リフ集みたいなフロッピーディスクを作ってですね、いろんなバンドの、そのハードロックのバンドの、かっこいいと思ったリフをベーシックの MMA で入力して、はい、それ作りためてました今消えてなくなっちゃってるんですけど、バンドのそのハードロックっていうのとその MSX のこの落差がすごいギャップです、はい、当然ゲームセンターでもいろんな音楽を聴いてたっていう、はい、そうです、もちろんあのセガの体感ゲームブームの時は、アウトランとかアフターバーナーとか、あとはまあファンタジーゾーンとかっていう、まあセガさんに限らずタイトーさんのゲームもう各社のもうあらゆるゲームよかった音楽を、はい、さすがですよ、もう多分すごいマイナーなものまで聞いてるんじゃないかと思うんですけど、多分ロケテストでしか出なかったゲームの音楽とかすごい好きなのあったんですよはいはい、はい、愉快痛快ってやつなんですけど、愉快痛快、やっぱセーブなんですか、すごい、もういろんな俺が知らない情報がモリモリ出てきますよ、これ驚きですけどもね、そういったゲームとのね一期一会な出会いがずっと僕の中ではその価値観として築き上げられて、それがこういろいろ たまっていってそれが自分の音楽性だと思うんですよね、そうですよね、はい、だから僕の業界のゲームの業界の僕の先輩方が、先人の方たちが築き上げたのが結果が僕みたいな並木さんのはやっぱりなんか面々とこう昔からあるこうゲームの絵と合った音楽っていう感じがすごい感じられて、はい、そうなんです、そこはやっぱりこだわりどころでって話すと長くなっちゃうんですけど割愛しますけど、ざっくり言うと、はい、最初に入ったアルメって会社はそのアルバイトだったんですね、でその後 NMK って会社に就職したんですけど、そこでやっぱりゲームを開発してた師匠に、まあ、開発部長の方に巡り合って、その方にいろいろ何でしょう、その方の仕事を見て学んだんですけれども、それはやっぱりゲーム始まってシューティングゲーム、縦スクロールのシューティングゲームですと、最初に雑魚が出てくると、はい、で雑魚をこう左ね、連続で倒して、で右から出てきて、右連続倒して、で真ん中に自分のパワーアップできるアイテムキャリアっていって、アイテムを運ぶやつがちょっとちょうどいい硬さのやつが出てきて、はい、そいつをパーッと打ってバーンっていってアイテムが出てきて、それをスッと取って、さあ行くぞって、ここがゲームシューティングゲームのイントロにはなりますっていうような音楽的な方法論を自分なりに築き上げていって、
て、あつまりだから自分のがゲーム駄菓子屋とかで遊んでてエキサイトしてたそのゲームのそのなんか盛り上がりと、はい、感情の起伏を同じような感じでそれを音楽の盛り上がり起伏に当てはめていったというか。なるほど、すごい、こう全てこうゲームを元にこう、はい、ゲームありきなんです。育ってきてるっていう、もう根っからのゲーム小僧なんで、ゲームを軸にしか物事を考えられられないぐらい。いや、いいです、とてもいいです。いやもう本当にねイベントだらけで大変でしたわ。イベントだらけってあれでしょ、どうせ9月ね15日はスフィアのライブとです。あれなんか他にもだってほらあのニュース系のサイトで横浜なんとかの脇に王国民集合って、これは代々木第一体育館でスフィアさんのライブですよ。いやーよかったね。え、いや今回ね、うん、こうスフィアさんってあれなんですよ、アリーナの席の配置がいつもね、うん、バラバラなんです。当日会場に行くまでどういう順番で一番前になってるかがわからないんです。え、じゃあ何、うん、チケット来たよ、封を開けてみて、うんうん、やった S 席当たったぜ、当日行ったら、え、 A から順に並んでて S だ、うん、S こんな後ろだったよとかってなるの。なります。みんながどこのブロック届いたかってやつで予想するんですよ。だいたいこう花道があるとそこのブロックはあの持ってないじゃない、みんなが。そうするとここのブロックがないから花道があって、そうするとこっちが前なんじゃねえとかって予想するわけですね。そんな複雑なんだ。ところが今回その花道だと思われていたブロックは、うん、真後ろ。ええステージがあって、つまり後ろに今回は花道がないんです。でステージの後ろにぽっかり穴が開いてる。それが錯覚。そう。で、どうなってるかっていうと、今回のイベントは、会場をスフィアさんが自由に動けるように、こうなんか、あの、車、うん、台車みたいなやつに乗って、なんかこう、通路をスフィアの4人がそれぞれ別、いろんな角度からやってきて、で、最後にそこに集まると、後ろ側にステージができるようになってるんです。へぇー。で、こっちが花道で、前じゃねって言ってた人たちはみんなね、一番遠かった。そう、遠かった。もう当たるか当たんないか、うん、買ってっていうか当日行くまで分かんない、うんうん、そうなんです。すげえな、すげえこと考えるな。いやースフィアさんというかミュージックレインなかなかやりますな。ミュージックレインってとこがやってるんだ。はい、ぜひともこれからもね、公平なファンのためのイベントをやってほしいですね。はい、はい、はい、ということで見てもらいました並木学さんのインタビュー映像ということで ね、ドット絵の話から来ましたね。そうなんです。さすがもうこうちょうどこう測ったかのようにこの小野さんが来ていらっしゃるところ で、ね、丸は作れます。パックマンのね丸がこうかなり衝撃だったっていうお話もありましたけどもね、はい、並木さんのこのインタビューこの後もまた番組後半でお届けしますんで、はい、そちらの方楽しみにしてもらいたいと思います、はい、さあそういうことでですねここで、小野さんドットマンさんの、手掛けた作品をいくつかこちらでですね先に紹介しておこうかなと思います。これねいっぱいあるんでねどんどん紹介していかないともうこの番組中に紹介しきれないんじゃないかっていうぐらい、まず、これね、あの皆さんドット絵を描いただけと思わないで、あのいろいろなこうインストとかいろいろなものも込みですよ ね、あのロゴデザインであるとか、ね、いろんなものも込みで入ってるんですけども、はい、まあ、あの入社された79年のギャラクシアンからいろいろとこう手掛けられているというですね、まさにこのドット絵の元祖と言ってもいいような、ね、この80年代のこの素晴らしいナムコのねこのゲーム、そしてさらにあるんですねこれ、この83年以降もですね
この頃僕たちは相当こういろいろこの辺のゲームやってたんですけど、ゲームセンターでもまさにこうナムコのこうゲームオンパレードっていう感じでですね、もうこう当時他に置いてあったゲームからこう頭いくつも抜けてたっていうですね、それぐらい素晴らしい絵がねいろいろとこう出ていたんですね。これねもうこれ見てる方にとってもですね非常に懐かしいタイトルいっぱいあるんじゃないかと思いますね。特にこの辺のね83年84年の頃が一番すごいこうたくさん同時にやられてた感じありますね、うん、そしてさらにですねまだあるんですね、85年以降も、ローリングサンダーとかですね、サンダーセプター、そしてさらにファミコンとかもういろいろやられてるっていう、ルパン三世とかね、サンマの名探偵とか、そういうところまでいろいろこうドッとされてたっていうのがびっくりなんですけども、この辺りもね今となってはね相当貴重なんじゃないか、遊んだっていう人もね結構いるんじゃないかなと。あと PC エンジンのねギャラガーとかで、もう一個さらにあるんですけど、こちらですね、エレメカ関係ね、この辺もいろいろと。ゼロイン、これは相当昔のエレメカゲームですよね。この辺もいろいろこう手掛けられていたというですね、というですね、まあもうまさに、当時のこの80年代初頭からいろいろなものをこう背負って立っていたというですねで、まあ、あの細かいいきさつとかは昔インタビューさせていただいたんですよね、はい、あのその時の OBS ライブで昔ねインタビューさせていただいた映像があるんでですね、そちらの方も見ていただきたいなと思うんですけども、あの最初にナムコに入られた時はそのグラフィックデザイナーで入られてたということで、はい、まあ、ここにその広告とかあるんですけど、そのまああのドット絵だけじゃなくてこういう感じのこうもうまさに目に見えるところのこうデザイン全般をいろいろそうですねされてたっていうことですよね、はい、だからきっと僕らのあまりこう目に映らないところでいろいろまた活躍されて、ね、これゲームマシンっていう、あ抜けてるけど、この当時のね昔の業界誌ですけども、こういうこう普通の人にはこう目に映らないようなところとかからこういろいろ苦労されてきたんだなっていう。そうですね当時苦労だったですけどね、まあ考えるとそんなでもないかなこういう広告みたいなそういう苦労とかはあったんですか。ね、だからあのなんだろうな、まあ、他にもこの辺もいろいろあるんですけど、うん、こう学校出てこういう、まあ、やったんですけど、業界誌に載る広告で、はい、あの学校でいろいろまあ習ったんですけどね、デザインの学校でっていうことですよ ね、 ね、で実際ね会社入るとね、ええ、役立たないですねやっぱ。えあの本当にね先輩に教わるとか、はいはい、あの先輩のやり方を盗むとか、ええ、そういうことをして覚えていくみたいなものだったんですよ。はいはいはい、だからあのいきなり割といきなりあのなんかもうやってみろっていうこと、うん、やってみろみたいなだからあのギャラクシャンのロゴの、ええ、あのうちの上司がこうさーっと書いたやつを、はい、雲形定規でクリーンナップしろって言われていきなりそうあの漫画家のアシスタントみたいな感じであーはーはーはー、そっから始まってますね。そのクリーンナップって相当でも大事な工程ですよ。あそうですねそれをいきなりこうやれって言われやれって言われましたそれは相当最初からプレッシャーのかかる。そうですねへえ、うん、それなんか入る前はどんなことやるんだなっていうふうに思ってたんですか。最初面接の前に会社見学みたいのをちょろっとさせてもらってて、で君にはこれこういうものをやってもらうよっていうのが大体あのまだ当時エレメカがメインだったので、エレメカのゲームの、あの即番の横のイラストみたいな、うん、絵だとか、ええ、あの看板のロゴだとか、ええ、そういうのをあのメインにやってもらうよみたいな話だったように記憶してます。じゃあまだもうドット絵とかそういう概念がない。ドット絵はもう全然
ビデオゲームの絵を描いてもらうよっていう話は全然それはもうないです。なかったんです。ええ、なるほど、ね。そうなんです。じゃあもう本当にまだこう何もない頃から入って、うん、でだんだんこうビデオゲームがこうできてきた頃に。そうですね。うん、じゃあ、まあ、小野さんが入る以前はそのドット絵とかはまた別な人が描いてる。そうですね。多分企画者がやってたんじゃないかと。自分で企画をして自分で絵も描いてるっていう。そうですね。ああ、ま、あの GB とかね、岩谷さんが、うん、作られたりとか。そうですね。まあ、あれは形がまあ単純なので、はいはいはい、結局斜めと縦横の線だけでできちゃったりするので、そんなに難しいことはないんですけどね。そうですね。昔は単純な形が多かったですけど、だんだん複雑になってきてたから。そうなんですね。そこでちょうど小野さんのまさに力が発揮されるっていうことになってきたんじゃないかなと思うんで、うん、これね、ちょっとね、そのあたりの話この後またね詳しく聞いていきたいと思います、はい、皆さんからもねぜひともねお便りなどお寄せいただきたいと思います。ということでね、ここで一旦またビデオのコーナーが入るんですけども、はい、この OBS ライブではおなじみのレギュラーコーナーとなっている、はい、せんちゃんのちっちゃいの大好きというです、ね、私も好きです。あ、そうなんですか、はい、あ、ちっちゃいガジェットがですねいろいろ出てきますんで、はい、そちらの方注目していってもらいたいと思います、はい、それじゃあビデオの方一緒に Q 振ってもらいましょうね、はい、ビデオの方どうぞ。せんちゃんのちっちゃいの大好き。皆様こんばんは。またまたやってまいりましたよ、このコーナーということで、今週も早速ちっちゃいものを出していただきましょう。それではよろしくお願いいたします。ちっちゃいものは何かな。パカッ。はい、iPhone5S です。わー、ちっちゃい。もう慣れた小ささなんですけどね。あ、そうですね。もう大方の皆さんは予想していたと思いますが、iPhone5S Apple が9月20日金曜日に出したばかりの、できたてほやほやです。これ何か変わったの？え、そうね、まあ変わってるんですよ。はい。で、一番の目玉は、うん、ここにですね、うん、あの指紋のセンサーがついたんですよ。この丸の中に、この丸の中に指紋センサーが入ってる。そう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 、指紋センサーが入ってて、なんかあの非常に高解像度の、 あの、うん、CMOS のセンサーが入ってる。すごいね。で、それは画像を解析して、え、ここにカメラがあるってこと？そうそうそう、カメラみたいな画素、こっちを見て、そうそうそう、画素センサーが入ってて、それが指紋を読み取ってると。うわー、すげえ。で、今までだとこうしてスライドをロックして、うん、まあ、うん、暗証番号って感じだったじゃないですか。今回はここに指を押すと、こんな感じで、え、つまり指紋かパスコード、パスワード、はい。でもパスコード相変わらず4桁なの？そう。これそろそろ変えた方がいいんじゃないかと思うんだけど。だからこれね、今までだとこうスライドしなきゃいけなかったじゃないですか。それで比べると指を置いてこのままやるとすぐ解除されるから、スライドするよりもね早く画面にねアクセスできるんですよ。へえ、いいね。しかも早い。この指紋認証で、指紋はね、うん、最大5本の指まで登録できるんです。つまり、うん、指がもげてしまっても詰められても大丈夫と。すごいね。これでじゃあちょっと登録してみましょうか、うんうん、ガチッと登録。そうするとここに手を置けと、指でタッチしろと。ここにこうキュッ、うわ、これ今読み取ってます。これ何回かこうやってで、指紋が真っ赤になれば OK とかなの？そうです。すごいね、これまた。いけた。でもう一度、指で。はぁ、あ。これ、指紋の登録完了。これ、例えば、指を置けば。わぁ、すごい、未来じゃない？
早いでしょ。早いっていうか今面倒、うん、くさいんだよね、意外と。そう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 、押してで、こう面倒くさいからって暗証番号入れないと、うん、置きっぱにするとどうのこうのっていうのもあるし、うん、そう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 。であとは他にはですね、あのあれですよ、 CPU が変わりました。あら、さらにお早く A7 といって、うん、世界初のこのモバイル機器としては世界初の 64bit CPU に。てか発熱量とか電力消費大丈夫なのか。そのおかげで2倍速くなった。2倍？はあ、約2倍速く。そう、しかもグラフィックも2倍速くなった。これ新しい方、これね3。早いな、もう買いな。ね、綺麗なんですよね。綺麗ね、これもう、うん、なんだろう、携帯機っていうか、うん、この画面が出るクオリティなのかし、このハードっていう。だって言ってしまえばもうゲームウォッチと同じようなサイズなのに、今もうこの画質だもんね。だいたい大雑把に言うと PS3 と変わらないぐらいの。そんなとこまで行ってんのこれ。そうなんですよ。いうことで、せんちゃんもおすすめです。そうね、むしろバイナウです。え、もう今すぐなの。そうです。確かに今回のはね、俺も欲しいかということで、そうその LC としてはどうですか、 LC ポイント。お値段は、まあ、前と変わらずです。あ、はい、じゃあ今回思い切って、思い切って星2つ、すごいですよ。LC が星2つなんて奇跡かもしれないぐらい高いです。はい、ということで今回は、LC ポイントも高く、せんちゃん的にも非常に嬉しい展開でございます。ということで、まあ、5S ね、携帯のお店とかにも並んでると思いますので、ぜひその手に取って、その速さとか、このね、指紋認証の ID タッチ、試してみて、いただきたいなと思います。ということで、またね、来月も、素敵なちっちゃいものを探してまいりますので、皆さん楽しみにしていてください。それではまた、さようなら。いやいや、東京ゲームショーですよ。東京ゲームショー、すごいイベントね、いろいろと発表されて、うんうん、俺ら一足先に見た PS4 とかも、 PS4 も出てましたよ、ね、ついに、うん、なんかこうおすすめは PS4 ですか。いやいや、 PS4 に限らず、うん、なんかこういろんな新タイトルとかがババーンババーンって出たわけでしょ、うん、あのね、ドラゴンクエストモンスターパレードソフトがあって、あれが最高かな。素晴らしいね、もうあれはもうたまらんすわ。しかもタダなんだから、今開いてるブラウザの横にペロッて開ければ、でフリートゥープレイで遊んでいただきたいね。もうぜひとも皆さん。印象はですね、やっぱこう E3 と変わらず、なんとなくね、 Xbox はね、Windows っぽいんですよね。まあ実際 Windows 持ってきてるしね、うん、なんかね、こう画面のね、絵の作り方がこうチャキチャキしてるんです。ああ、うん、癖出るんだよね、すごい、うん、で、すごい綺麗なんですよ。綺麗なんですけど、なんかこうね、きちっとした感じなんです、うん、で、まあ、PS3 も PS4 も大体そういう傾向なんですけど、ただカプコンのディープターン、うん、だっけ、ディープなんとか、あれだけはね、すごいね、映像がね、実写みたい。え、そんなに綺麗な。うん、あのね、びっくりした。なんかこうチャキチャキしてない。なんかこうね、こうデフォーカスのかかり方とかアンチエリアスのかかり方とかがね、ものすごいね、上品な、ね、自然なの。あと、うん、私が今回驚いたことが一つあります、うん、会場がスカスカしてました。え、なんかね、会場の端っことかがとてもね、余裕があるんです。え、どういうこと。つまり通路が広めに取ってあるってこと。通路が広い
&あれ明らかにここ何も使ってない広い場所があるなと。でもびっくりすることに今年は過去最高の出展者数、うん、そんなに来てたの。そんな今ゲーム大ブームブレイキングでもね、いわゆるみんなが知ってるようなメーカーあるじゃないですか、スクエニとか、うんうん、バンナムとか光栄とか8社ぐらいしかないね。何どこが来てんの。あれちょっと名前思い出せないようなちっちゃいところってこと。多分ね、こうカプコンのブースぐらいの広さのところに、うんね、こう専門学校とかインディーゲームとかのなんかブースがあるね、うん、こう一コマ、まあ、冷蔵庫一台ちょっとぐらいの、あるよね、なんか、うん、あれがね大量にあったんだと思う。え、それって俗に言う水間か。はい、皆さんこんばんは。やってまいりましたこのコーナーということでですね、はい、今日は小野さんと一緒に、プレゼントコーナーをお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、はい、さっきあのちっちゃいの大好き見ていただいたんですけど、そうです、あれはですね、あの T シャツ、ロボコップに出てくるオムニ社の T シャツです。まさか分かる人がいるとはびっくりしました。はい、お目が高いということで、はい、それでは今日はですね、あの小野さんがですね来ていただいたんで、その小野さんにですねサインいただこうと思ってるんですけど、このねこれディグザン、これの後ろに早速サインを一ついただこうと思っております。そしてさらにこのババーンゼビウスのサウンド、これなんだっけ、ドロップ、サウンドロップ、こちらの方にも小野さんにサインをいただこうかと。これまた貴重なものですね、はい、そうです、私が持ってて、はい、小野さんのですね宝箱から出てきたということ で本当に嬉しく思います。今日のために持ってまいりました、ね、わあ、ありがとうございます。ちょっとぜひもうどしどしご応募いただきたいと思います、はい、じゃあちょっとですねこちらでサインをいただきつつ、はい、じゃあサインをしてしまいましょう。これ大丈夫ですね。じゃあこっちからいきますか。こちらいきますかね、はい、こちらは金がいいですかね。そうですね、はい、はい、いただきました。嬉しいですね、これ、はい、こっちは金でいきましょうね、はい、じゃあサウンドロップの方は金で、これは金で、これちょっと乗るかな、るかな大丈夫かな、後で洋服乾かせば大丈夫ですね。あ、よかった、よいしょ、慎重になってますね。いや、このよし、こういうなんか丸いところに書くの結構大変ですね。はい、いや、綺麗に書いていただきましたよ。はい。はい、ありがとうございます。いいえ、どんなものなんです、はい。しかもですね、あの皆さんこれちょっとですね、分かりづらいかもしれないんですけれど、意外とこういうところにこの文字を置くのっていうのはですね、バランス感覚がとてもですね必要で、普通の人が書くとですね、結構こんなにバッチリと決まった位置には置けないんですよ。さすがこの辺りも素晴らしいデザイナーのこのねなせる技だなというふうに思いました。ということで、今日はですね他にも、プレゼントがございます、先ほどのビデオで出ていたですね並木さんの、この CD サンダードラゴン2、こちらをしかもご本人のですねここにサイン入りで、はい、いただきましたので、こちらも、ご用意いたしました。そうです、貴重です、はい、で、プレゼントの宛先なんですけれど、こちらを、ご覧くださいと、onitama.tv/pr/、こちらの方にアクセスしていただいて、ジグザグコースかゼビウスコースか、そして、サンダードラゴンコース、こちらの中から一つ、お好きなものを書いてください。何が当たるかは鬼玉芝居ちゃんとあの抽選してるんですよ。なんかこうあのちゃんとプログラムがあって、
厳正な抽選をしているというですね、なんか鬼玉が作ってました、そういうプログラムを。はい、素晴らしいです。はい、はい、もうぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあもう一度ですね、お見せいたします。このねディグダグに小野さんのサインが入ってる、これもう世界に一つしかないんですよ、この超貴重なこのディグダグと、あとこのサンドラップのゼフィウス、こちらもですね、こう小野さんのサイン入りで、もうこれも世界に一つしかないです。あ、でも本当にバランスよく入ってますね、これ素晴らしいですね。はい、で最後に並木さんのサンダードラゴン2と、はい、こちらを各1名ずつ、プレゼントしたいと思います。もう一度、プレゼントの宛先をお伝えします。おにたま .tv/pr/ こちらの方にアクセスしてご応募くださいということで、小野さんどうもありがとうございます。はい、じゃあですね、次のコーナーへ、行きたいと思いますが、次はですね、並木学さんのインタビューの続き2ということで、一体どんな話題が飛び出すのか、皆さん楽しみにしていてください。それでは一緒に Q をお願いいたします。はい、それではビデオどうぞ。グラフィックは自分ダメだなと思って、で音楽はやっぱりさっき言ってたように、なんかいわゆる、ね、人の真似事から作曲みたいなものを始めて、でそので作ってたデモテープっていうのを友達に聞かせたりしてたんですけど、はい、それをちゃんとちょっと自分なりに作り直して、でそれを、メーカーに、勝手に持ち込んだんですよ、募集もしてないのに、はいはいはい、フロム A とかも見ずに、ええ、コインジャーナルっていう業界誌が当時ありまして、まずそこでそちらに NMK の住所があったんで、電話番号載ってたんで、もしもしって言って、そしたら出てくださった方がグラフィックの部長の方だったんですけど、サウンド希望なんですけれども、募集してないんだよねとか言われながら、ダメ元で聞いていただけませんかっていうことで、すごいですね、もう飛び込みで、そうです、飛び込みです。へ、でカセットテープ持って、履歴書持って、すごいこのチャレンジャーですね、世間知らずです、むしろ世間知らずのゲーム小僧。その NMK を選んだのは何か理由があったの？僕ブタさんっていうゲームありますね、はい、はい、あとハチャメチャファイターっていう、はい、ああいうファンシーなキャラクターが当時、さっきパックマンで丸の話したのと同じで、いわゆる殺伐としたそのメカニックなゲームが多い中で、なんかそのちょっとファンシーなキャラクター、ファンシーですね、はい、確かに、まあ、あれが作れるゲーム会社っていうのは、多分とても素晴らしい人たちが作ってるのに違いないと。なるほど。でそのグラフィック描いてた方はもう本当に女性のデザイナーさんで、もう僕が思ってた通り素晴らしい方なんですけど、はいはいはい、まあ、その方が描くようなグラフィックの世界に自分の音楽をつけられたらなと思って、テープを持っていったと。はあ、すごいなかなかね、普通の人、そのブタさん作ってるのが NMK ってところまでご存知ないと思うんですよ、うん、ジャレコとかが出してるんですね、うん、でもそのハチャメチャファイターにはブタさんのパンツとかが飛んでるんですよ、飛行機に、でブタさんのブタさんが飛行機に乗ってたんで、あ、これは間違いないじゃあ曲を作ってくださいっていう感じで、割とすぐに、はい、幸いデモ面接中にそのサウンドの先輩がデモテープ聞きに上に上がって、2階に上がって、でテープを聞いて階段を降りてきてドキドキしてたら、こうやって OK マーク、早っ、はい、面接中なのに OK マークとか出していいのかなとか、僕が逆にちょっとひるんでしまって、へえ、でもなかなかそのアットホームな感じが伝わってきていいですね。何日から来てくださいみたいな感じで、じゃあまあその先輩方に教わってこうやって作るんだよっていうような、自分が直接先輩だったのはタスクフォースハリアーっていうゲーム、あとサンダードラゴンライリューっていうゲームとか、ああいうゲームのサウンドを作ったハイドカズっていうペンネームでやってた方なんですけど、はいはい、今も現役で某社でプログラマーをやってらっしゃる、プログラマーを、はい、へー、プログラムの師匠でもあったんで、うん、あ、もう何でもやる、はい、その先輩が Z80 で、ええ、アーケードゲーム基盤でその FM 音源を来たドライバーを作ってた、はい、そうです、そうです、へえ、その方のドライバーで僕も仕事をやっ
やってました、はい、並木さんはプログラムとかはそこではやらない？もう全然できなかった。最初何が何だか分からなくて、 MS-DOS も、あのさっき言ったあのドット絵を書いてる時にちょこっとそのファイルをコピーしたりとかセーブしたりとか、ってことは98かなんかでやってた？そうです。もう98であのね、マイフェスとか VZ とかああいうエディターで、いわゆる何でしょう、音楽エディターみたいなものじゃなくてアセンブラーのソースにこうですね、あのだからサウンドドライバーがまずアセンブラーで書かれていて、はい、それのインクルードする形のデータテーブルとして譜面データを書いて、あ、はいはい、あの曲を作る時っていうのは最初に譜面みたいなの書くんで、いやその先ほど申し上げたように僕ギターもピアノも弾けないんで直接テキストを、そうです、はい、で実際に鳴らしてみてそうですどうかっていう、はい、それ未だに僕弾けないんで、未だにパソコンのキーボードやあとミディキーボードっていうんですか、一応鍵盤なんですけど、例えばケーブさんのドドンパチ大往生っていう仕事では、あのアミガで主流だったモッドっていうフォーマット、ありますね、あのフォーマットで作らなきゃいけなくてですね、もうモッドの時はそのいわゆるトラッカーっていうエディターが、あれ初めてその時触った、サンプリングをこう組み合わせてなんかやるんですね、そうです、あれを初めてそれの時触って、これでなんだろう、そのドドンパチの頃の、ね、他社さんだとイカルガとかそういうのがゲーセンに並んでるのに、それに見合う音楽をこの環境で僕は作れるのかっていうのを最初にトラッカーでってすごいですね、はい、悩みましたね。すごい。ただもう結局はやることはもうそれでやるしかなかったんで、もう何かで作曲してとかじゃなくて、もうトラッカーでいきなりそこで、はい、だからドドンパチ体をもうそれに合わせて慣れさせるという、そうです、ドドンパチ大往生の音楽はもう2ヶ月ちょっとしか多分作業時間なかったと思うんですけど、その間ずっとあの今あのドドンパチ大往生の音楽としてあるやつは、全部そのトラッカー上で自分があのキーボードって言ってもミディのとかじゃなくて、パソコンのキーボードで PS2 接続のキーボードで、ああそうなんだ、ミュージシャンって言っても多分プログラマーとかに近いそうですね、まあゲームミュージックならではの作り方っていうか、昔は割とそういうの多かったと思うんですけども、ね、やっぱそういうのに慣れてるっていう、はい、細江さんとかがインラインエディターで書いてたような、それよりはもちろん後の世代なんで、もうちょっと充実してましたけど、あの自分が100円玉入れて納得したり納得しなかったりっていうのを多分本能的に感じたものがベースになってて、それを何かその方法論というか、はい、まあ、方法論とか言うとかっこいいかったり、なんかちょっと学術的なもんじゃないですからね、経験則なんで、まあやっぱりそれは昔自分がこうゲームセンターで遊んだ時のやっぱこうでなくちゃっていう、そうですね、心理的なあれですよね、なんかまあ物事にはなんか動画とか以下とか、ね、波のようなものとかいろいろ表現の世界にはあるんで、はい、そういったものですかね。なるほど。わざと何か違和感のあるものを出すことでそれを強調したりですとか、はいはい、逆にはそのここで乗るしかないビッグウェーブみたいな感じのまあ音楽の展開にしたりとか、自分なりにいろいろ積み上げてきた、はい、なんか教わったりしたわけではない、あんまり人から教わったことは本当にあのさっき言ったドライバーでのデータの使用とかそういうのは教わりましたけど、ナミック音楽はこうやって作んなよみたいなのは一回もなかったです。じゃ逆に言うと自由にいろいろできたっていう、はい、独学でした。あーすごいですね、はい、あ音楽理論も独学です。あの一応なんか書店とかの、でもまあその昔そのリフを一生懸命入れてたとかの頃が結構やっぱり基礎的なところに、はい、あのこれ細江さんが確かおっしゃってて衝撃受けたやつなんですけど、うん、音なんて12個しかドレレミファファソソラらしいしかないんだから、うん、全部試しゃいいじゃんっていうのが僕の中ではすごく響いた言葉があって、すごいですねそれで、全部試して作ってました。和音とかも全部してみて、スケールとかも全部、まあ言っても12個しか目の前にないもので再現できることなんて、すごい。最初に作られたのがあれですか、サンダードラゴン2ってやつですね。サンダードラゴン2、まあ、シューティングゲームですよね。そうです、縦スクロールの。その頃まだ NMK ではチャレンジしてなかったフレーズサンプリングっていうんですかね、はいはい、あのまあ何でしょう、ハウスミュージックとかテクノの世界ではよくやられる手法だったんですけど、はいはいはい、そういったものを初めてやってみたりとか、おそういうことをやってました。いち早くこれやりたかったんですよ。 NMK やってなかったから僕が一番でやりたかった。あみんな僕以外にもその会社で仕事してたプログラマーとかデザイナーとか問わず、うん、定時が終わると
ちょっと対戦に行こうみたいな感じで、あのストツーに限らずバーチャファイター、じゃあ割と会社内ほのぼのとした感じの、あ、非常にアットホームでしたね。あ、いいですねそういうの、はい、あの主婦の方とかもいらっしゃるんで、そういう方はもうちゃんとご飯作りに帰らなきゃいけなかったりするんですけど、いやさすが豚さんが出るところは違いますねあとまあなんかいわゆるね、クラブとかディスコっていう言われるところにちょっと夜遊びに行ったりとかもしましたしジュリアナ全盛時代だったので並木さんも割と早めからこう、うん、オペレーションラグナロクとかも、はい、テクノを、やりたかったですねあれそうそう、はい、すごいこう早くからやっぱりなんかなんでしょう、あの新鮮な音楽、ジュリアナ風のこう、はい、感じですよね。僕らが NMK で使ってた基盤は FM 音源と ADPCM って言ってあんまり発音数も少なくて、ちょっとまあ言ったらチープな環境だったんですね。で当時のねセガさんとかナムコさんみたいな大手の会社はもう PCM なんちゃんねるみたいな、そうですね、 PCM なんちゃんねるのね、リッジレサーとかデイトナとかっていうその、ね、音楽と僕らの音楽がゲームセンターで並んだ時に、うん、なんかねこっちしょぼいなとか言われたくなかったんですよ、はいはいはい、だからそれなりにやっぱり流行を意識して、さすがもういやなんか負けず嫌い、行くぞと最先端に行くぞと、はい、そうです。それでまあなんかジャケ買いしてその HMMV とか、ウェーブとか行って、はいはい、クラブミュージックをジャケ買いして当たった外れたやって給料をほとんど使い込んでいっぱい出てましたからね当時そのテクノ系のやつ、まあ、でもすごいそういう音楽が好きでデステクノ的な、はい、逆にデスとかああいうなんだろういわゆるそっちの系ね、あの細井さんたちがイカレ系と呼んでたハマってたんですすごい、はい、メガチンたちがあちょっと違う、ええ、もうちょっと違うデトロイトテクノとかあってそっちが僕は好きで、はいはい、バトルガレッガっていうゲームは、ええ、それを強くインスパイアされて、はいはい、なんか少しジャズとかあのいわゆる激しいだけじゃなくてそうですね叙情的だったりメローだったりする、もともとそういう音楽が好きなんで、まあ、トーマス・ドルビーのそうですね、やっぱメロディー的なところがちょっとこう、はいはい、あのなんでしょう内省的っていうか、その世界みたいな、そうですね、はい、すごい雰囲気のある音楽だなと思います、はい、そういう音楽がもともととても好きだったので、はい、やっぱりゲームミュージックにしても自分が作るやつはその世界みたいなものを、あ、それを大事にしたい、素晴らしい、いえいえ、それがあってのこの、ね、今に続いているということで、ね、あ、まあ、僕の音楽を、ね、気に入ってくださっている方は本当にありがたいんですけど、きっと僕がその思い描いていた世界を聞いて共感していただけたのかなと思うと、本当に嬉しいですよね、なるほどね、そうやってまたこう次の世代の人もまた自分で作ってくれてこう受け継がれていく、ね、そうですね、あのそうなってくれると嬉しいですね。別に僕の真似とかじゃなくて、なんかあいつがああいう音楽やってるから俺はこういう違うことやるんだみたいなのでも全然いいんで、そうそう、でも同じものはできないですからね、はいはい、やっぱりその人の個性が出てくると思うんですね。でも何かに影響されて何かを生み出すっていうのは自分たちもやってきたことなん で、ね、同じように若い方にも何かいっぱい刺激を映画とか音楽とかそうです、ね、ゲームから受けてなんかクリエイティブなことにチャレンジしていただきたいなと、ね、素晴らしい。ということで、まだまだお話聞きたいんですけども、ここで一旦 CM に行ってまたこの後お話を聞きたいと思います。それではありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は並木学さんにお越しいただいてます。なんとよろしくお願いします。今日は並木さんの新作であるアホ毛チャンバ、はい、こちらをアホ毛チャンバラ、アホ毛じゃないですけど、ね、今ちょっと引っ張っただけでアホ毛チャンバラをなんと並木さんに紹介してもらおうということで、はい、これ今回初の M2 のオリジナルタイトル、そうです、第1弾ですね。これがいきなりこう並木さんがディレクターで出てきたっていうこの驚き、はい、ゲームデザインも僕ですね。あのアイデア自体は社内でみんなで、これゲーム的には非常にこうシンプルな、そうです、指一本で楽しんでいただける、そうなんです、まあ、後ろにスッとやるとキャラクターが避けて、避けてこのアホ毛で敵をバシーンっていう、そうです、このバシーンを繰り返すことによって敵キャラをなぎ倒していく、なんでアホ毛でチャンバラをすることをしちゃったのかなっていうこの驚き
これがすごいですよね。ぜひ皆さんでダウンロードして、基本無料ということでね、まずはお試しいただければ、まず一面を遊んでいただいて、ぜひアホ毛チャンバラよろしくお願いします。そういえば、うん、まだまだイベントあったんですよ、9月は。クイニューイベントが iPhone5 来ちゃった。 S テレビでも出るぐらいのニュースだからね。もうね、ほんとね、今年ね、私初めてね、うん、銀座のアップルストア並びに来ました。ビッグウェーブ来たの？もう来ました来ました。もうね、いつもだと近所のヤマダ電機に行って朝一でね、うん、朝30分ぐらい前に行くと楽々買えるの。え、今回ダメなの？今回ね、白すごく少ないと最初。あ、そうなんだ、うん、TGS があるじゃない、うん、TGS があって、その後まあちょっとこう業界の人たちとかと飲んだりするじゃない、うん、でそれが終わったらそのまま銀座って。ちょっと無理しすぎなんじゃない。でもうね、12時半から並んでアップルストアの中に入ったのが2時半。え、今俺の思った12時半って夜12時半だったんだけど、深夜0時半に並んで、うん、次の日のお昼の2時半にアップルストアの中に入った。え、だって朝8時だかに繰り上げオープンじゃないの。そう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 、全然進まなくて、まあ、結構大変だったわけですよ。へえ。で結局金色と白、うん、白はもうほとんど量販店と、あとそう、あの各キャリアのショップ、普通のショップには白と金色は入らなかった。じゃあほぼみんな黒っていうか、その濃いめのグレーを買いなさい、黒だけっていう、で、旗艦店で白があって、でゴールドはもうアップルストアの銀座と渋谷にしかなかったという。いや、大変なことになってますね。もうそのぐらい大変でした。ゲップって感じ。ということで近所の山田電機に行ってたら、多分ね、黒しかなくてしょんぼりしてた。はい、ということで見てもらいましたね、並木さんのインタビューということで、この後もね、まだまだあの並木さんのインタビュー、次回の OBS もありますんで楽しみにしてもらいたいなと思います、はい、そしてそのインタビューに出ていた並木さんからドットマンさんに熱いメッセージが寄せられております。お先にいただいてますので、はい、ちょっと読ませていただきますね、はい、並木さん、並木学さんから、ミスタードットマンさんのお仕事されたビデオゲーム、僕も子供の頃からずっと親しませてもらっています、はい、印象に残っているのは NG に、掲載されていたドット絵講座です。毎回楽しみにしていました。 NG ってあのナムコの出、ね、していた、はいはい、ファン向けのこうちっちゃい小冊子みたいなやつですね。その中でリブルラブルのホブリンのドット絵が紹介されていた回があったと覚えています、はい、個人的にローブをかぶった怪しい影の目が光るというデザイナーに 16×16 のドット絵キャラとして愛嬌たっぷりに画面で活躍するあたりがとても好きで、今も印象に残っています。このキャラクターはどんなイメージで誕生したのか、他のリブルラブルのキャラクターについてもお聞かせいただけましたら一ファンとしてとても嬉しいです、というふうにいただいてますね。そうですね、あの、こちらにリブルラブルというこの、はい、これまた広告ですけども出てきて、この下の真ん中のところにいるこのちょっとこう目が光っているやつですね、ホブリン、うん、これね、確かに当時としてはかなり新しい、こうちょっとほっかむりかぶったみたいな。そうですね、これね、リブルラブルのキャラクターどれも可愛いんですけども、これはですね、あの、ホブリンはこのマシュリンというあのキノコなんですけど、これを引き連れる妖精っていうのかな、結局全部妖精なんですけどね、そういう、まあ、役目なんですけども、あの、まあ、まず最初にこのトップカプっていうメイン の、 あの、宝箱から出てくるやつら、やつらが、はい、いますね、がいて、それとはまあちょっと違うイメージでっていうことで、もともとこれは最初に普通のイラストがあって、はあはあ、ね、で、まあ、私の同僚がイラストを描いたんですけども、はあはあ、それで、まあ、こんなんでいいんじゃないみたいな感じで、ちょっと怪しげで可愛いみたいな、はい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 、そんな感じがいいんじゃないのっていうことで、でいろいろ、まあ、
当然プロポーションだとか、その例えば目の大きさ一つにしてもかなりイメージ変わっちゃうので、まあ、こんなもんかなっていうところで、まあ、話しながら作ってったみたいな。まあドットにしちゃったら結局1ドットの目なんですけどね。いや、紙に書くとまた可愛いですよね。でもね、紙に書くとこう微妙な調整とかできるんですけどね。ドットの場合はもう1ドットっていうところがあるので、その辺はちょっとまあ苦労して。これなんか被ってるってことなんですか。そうですね、中に何かがいて何かを被ってるみたいな、だからまあ某毛が3本 の、 あのお化けみたいなそんなもんじゃないかなというところじゃないかと思いますけどね。ああ、なるほど、ええ、すごいですね。いやいや、いろいろあっていいですね。ということでですね、はい、こんな感じでいろいろこうご質問などあればね、ぜひぜひ聞いていきたいと思うんですけども、はい、ここから先はちょっとですね、いろいろ小野さんにまつわるドット絵についてもね、いろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、ここにいろいろこのすでにドット絵、これドッツっていう昔 5,6 年前に出たおもちゃ。そうですね、もうそんなになるんですかね。そうなんですね。ちょっと一世を風靡したドット絵をこう自分で作れるっていうおもちゃなんですけども、この辺にあるのも結構小野さんがこう手掛けられたもの、いろいろあると思うんですけど、まずギャラクシアン、このボスキャラですよ。これもかなりナムコのゲームではもう必ずと言っていいぐらい出てくるこのキャラクターですけど、これは小野さん何か手を加えたりしたんですか。これは本当に何だろう、色の塗り分けだとか、基本フォルムはもうできていたんですよね。だから例えばその色分けだとか、そういうところをちょっとやったかなっていうところですね。じゃあこの頃に初めてドット絵みたいな、そうですね、描き始めた、だから逆に言うと、あ、キャラクターってこういう風にドットでできてるんだって、まあドットっていう言葉もなかったですけど、その時は紙かなんかに書いて、そうです、方眼紙に書いて、じゃあこうかなっていう、そうですね。あ、これね、ドッツは 16×16 と、まあ、当時と同じドットのサイズで、でその中に3色だけ自分で選ぶ、まあ、透明を入れて4色ということですけど、3つの色を選んでそれでキャラクターが作れるというルールで昔のナムコの、ね、ドット絵はみんな作られてるんですけども、 その次に当たるのがこちらの、これパックマンのフルーツターゲットですよね、パックマンとかも小野さんはドットの方は、そうですね、少し関わって、であとはまだこの頃はどちらかというとグラフィックデザインの方がメインになっていたので、インストラクションカードみたいな、そうですね、はあはあ、筐体の装飾だとか、はいはいはい、そういうところをメインになっていたので、これはまあどっちかというとお手伝い的な、お手伝いでもすごいですね感じだったんですね。やっぱその並木さんがさっきも言ってましたけど、この頃からこうようやっとこうドット絵っていう、本当にこう、そうですね、今までのゲームの中でちゃんとした絵が出てきたっていう時代になってたと思うんで、その中でこう何の前例もなく何のお手本もなく作るのは結構こう大変なんじゃないのかなと思うんですけども、割とどうなんだろうな、まあ逆に前例がないからある程度好き勝手にできるかなみたいなところもあったんじゃないかと思いますけど、ああなるほど。でも結構企画の人たちって、はい、作ってみるとなんか違うとかどこが違うじゃなくてなんか違うとかそういうのを結構言われるので、その辺はねちょっと何回か切れそうになった切れたこともあったかもしれないその頃はまだ若かったですからね。そうですねどんどんこう若気の至りですね素晴らしい、認めたくないですね若さゆえですからね。そうですねそしてその後ディグダグがいよいよこう出てくる。そうですね、僕ね大好きなんですけど、この辺りディグダグとかも、まずこの主人公とこのディグダグたち、これね当時見た時も衝撃なんですけど、もっと衝撃なのはこんな可愛いキャラが膨らませて爆発するという、そうなんですよね驚きの展開をするっていう、さすがにあれはお腹破れた時は黒で潰しちゃいましたけどねさすがにね、こいつらは何なんでしょうね、この人たちは。
なんですかね。ナムコのキャラ全般に言えるんですけども、こう謎の世界で生きてるんですよね。そうですね。こうそれだけどすごいこう綺麗に世界観にがっちりハマってて、うん、すごいこう絵的にはすごいこう完成度が高いっていうですね、不思議な、うん、そうですね、この辺のこの主人公キャラとかも後にこういうキャラいっぱい出てくるようになったんですけど、そうですね、多分この当時こういう形のこのちょっとこう、うん、マスクしてる風のやつとかは、そうですね、だからこいつは何なのかって、最初あのヘルメットをかぶってんのか、ええ、顔色が悪いのか、さあどっちみたいな話もあって顔色がそれはどうかと思う。であのディグダグ2では肌色になってるんですよね。ですね。あ、ということは顔色が悪いってこと。それかあのディグダグ2ってあれ島の上だったでしょ。そうですね、でこれは地面潜るじゃないですか。下ですからね。だからあのバイザーになってんのかとか、あちょっとかぶってるのかなっていう。ああなるほどね。こいつがちょっとこのお腹がちょっと出っ張ってるんですけど、うん、これはこいつ太ってるってことなんですか。そうですね、あの幼児体型みたいな感じだと思ってもらえれば。ちょっと可愛らしい、ええ、丸っこいポコってした感じ。っていうかあの1616でリアルな頭身とかそういうのにしちゃうと、もう何が何だか分かんないとか全然目立たないとか、はいはい、そうなっちゃうじゃないですか、だからどっちかというとそのなるべくならその大きさを目いっぱい使おうみたいな感じ。この端っこまでなるべくこう、そうそうそう、大きいキャラにして目立つようにしようっていう、うん、ああなるほど、そういうところがあって、そういう意図もあって、あ、うん、そうなんです。だこういうキャラの場合はそれが使えるんですけどね、だ例えばあの宇宙物とかの場合はそういうわけにいかないじゃないですか。ああなるほど、ね、だそこが苦労するとかですね。あなるほど ねすごい、そういうことなんだ。そうね、こっちのねプーカーとかも今こう見てる方もですね、もうあの並木学さんがもう直接コメントしてるんですけど、プーカー最高ですね。マジですか。あ、本当だ、プーカー最高なんですよ、これどう見ても、ね、このね目がこう縦のこのドットでできてるんですけど、この表現がねやっぱりこの頃からこれもやっぱりこう出てきてる感じだと思うんですけども、この可愛らしさ、ね、うん、これそのまあ、小野さんがこうどう意図してしたのか分かんないですけど、この表現がこのあとずっと多分こういろんなゲームでもこう使われてきてると思うんですけども、うん、漫画とかね、ゲームだけじゃなくて、そう、そうですね、相当いろんなところに影響を与えてたんじゃないかなと思うんですけども、だから、ね、1ドットの点だと小さすぎるし、なんかやっぱり表情が変になるっていう感じなんですよね、はいはいはい、だから、まあ、あの必然的に、まあ、縦2ドットとかにすると、あの、まあ、可愛くなるのかなみたいな。だからあのパックマンのイラストあるじゃないですか。ありますね。あれもあのちょっと縦長でしょ、だああいう風にすれば、まあ、可愛くなるのかなっていうのがあって、はあはあ、かといって3ドットじゃ長すぎるから、あの顔の大きさに対して、だからじゃあちょうどで2ドットかなっていうぐらいの感じ、そんな感じでやってたんで。なるほど、ね、これはねかなり完成度高いキャラクターで、僕も当時ものすごいこれにねもういっぱい潰しました。かわいそうにみたいな、かわいそうにっていう。ということでね、小野さんにまだまだいろいろな話ね、聞いていこうと思うんですけど、ここで一旦ですね、またビデオのコーナーを見てもらおうと思います。はい、この後にですね、見てもらうのは、基盤大好きというですね、これまた、OBS ライブのレギュラーコーナーで、古いゲームを求めて、いろいろなところに僕が、赴くというコーナーで、今回ですね、日本国内の、ちょっと田舎町に行ってるんで、そちらの方を見てもらいたいと思います。はい、それじゃあ、いきますよ、はい、ビデオどうぞ。はい、皆さんこんにちは。僕は今日はですね、栃木県の千本松牧場っていうところに来てますね。今日特にですね、あの牛の乳を搾りに来たわけではなくて、なんとこちらの後ろに見えるゲームコーナーに珍しいものがあると聞いてですね、わざわざやってきましたよ。ということでね、なかなかのどかな栃木の山の中にぽつりと立っているこちらの千本松牧場、
一体どういうものが置いてあるのか早速見ていくことにしましょう。いやね、ここねただの牧場だと思ってたけど実はかなりの博物館級のものがいっぱいありますよ。だってね、このスーパーチャンス、これセガのスーパーチャンスね、相当古い UFO キャッチャーよりも前のこのすくい取るクレーンゲームですよ、ね、いやいや、この辺のがね、まだ残ってるところほぼないんじゃないかなと。この端っこの方はなんだか墓場みたいになってる、筐体の打ち捨てられた墓場みたいになってるけど、この奥行ってみましょうか。このね、またエアロシティとかアストロとかがね普通に最新台として置いてあるあたりも見逃せないですね。 SCI これはね、これまた結構古い台頭のチェイス HQ の続編みたいな感じです。これもすごいですね。で AB コップ、これ地味に珍しい、今もうほぼ残ってないんじゃないかというちょっと未来的なバイクゲームです。そして何よりこのねラインオブファイヤー、これね、このでかい大型筐体が未だに残って動いてるというところすごいですね。これも多分ね体感ゲームが出てる頃の最後の頃にね出た2人で同時に遊べる射撃ゲームというかね、マシンガンを撃つゲーム。これすごい、よく見るとこれスターブレイザーの筐体なんですけど、中身は全然違うウルトラマンクラブが入ってますけど、完全にこれ普通のコンパネに改造されてますけども、もともとはこのレーザーシステム、レーザーディスクのゲームがここで動いてた、スターブレイザーが動いてたんですね。でも横のデザインはもう完全にスターブレイザー当時の筐体のまんまですよ。この筐体だけでもね相当価値があるというか珍しい。これはねぜひとも実物を見てもらえるとね迫力あると思います。これがねまた今遊べるとは思わなかったですからね、ちょうどスペースハリアーとかのアウトランとかの後に出たヘリコプターに乗ってる見下ろしてる気分が味わえるっていう、これは新しいですよ。危ない危ない危ない。しかもこの操縦桿で上下が入れ替えられるっていう、で面が進むと先の方行けるんだよね。このね立体感もすごいと思うんだよね。あーウィニングランの鈴鹿、これ1989年ですからね、もう相当昔ですよ。あー懐かしい。うわ画面がなんだかわからない。これねリッジレーサーと違って本当にこうシビアなまあ F1 の気分が味わえるという、当時はこれでもね最先端のグラフィックですから。ああ音楽もねなかなかこういい感じで今聞くとね新鮮ですね。あー危ない危ない危ない。この隣のレースゲームもすごい、グラウンドエフェクツ、これもねかなり古いレースゲームじゃないかな、多分ね鈴鹿とかと同じレースゲームがまだ続いてて、ファイナルラップ、ファイナルラップ2ですね。これこれナムコの言わずと知れた大ヒットレースゲーム、対戦できるレースゲームですよね。これもね普通にこれブラウン管のモニターが動いてついてますからね。いやコンチネンタルサーカス、これまた台頭の 3D メガネを使ったドライブゲーム、これ今動いてないみたいだけど、これ相当ね動いてたらレアです。これはねぜひ体験してほしいんですけども、まあ普通のレースゲームだけどこのメガネをかけて 3D に見えるっていう、
相当これも前ですよ。さあ皆さんどうでしたか、こちらのね千本松牧場にポツリとあるゲームコーナー、これねぜひとも近く来た方はですね一見の価値があると思いますんで、ぜひとも寄っていただきたい。こういうね乗り物も相当年季が入ってますから他では見れないですねレアなものいっぱいあると思います。ということでまた面白いものがあったらどんどんレポートしていきたいと思いますよ。それじゃあ次回までさよなら。まだまだ他にもビッグイベントがあったんですよ。田村ゆかり横浜アリーナ、それがこういやニュースサイトにももうね大変でしたよね。朝からもうね台風が来ててね。あのさ席決まってんでしょ。席は決まってる。何のために並ぶの。グッズが売り切れちゃうから。あ、あれは、うん、ショー、コンサートを見る、ライブを見るための列じゃなく、グッズを買うための列が。うん、列。そう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 。ああ、じゃあ買った後は心置きなく一旦離れて。で、あとグーグーって寝て、また力を貯めてやってくれた。大変だわ、これは。いやー、大変ですよ。でも、今回のね、王国は素晴らしかったですよ。ゆかり王国は。すごい今回の横浜アリーナのチケットって取りにくかったんですよ。倍率も高くて。うん、でもね本当に行けてよかった。でもほらあれどうなっちゃうの、そんなこと言ったら。あの水木奈々ってなんか台湾行くんでしょ、うん、ファンクラブの人はなんか HIS にチケット取らせろっていう、なんかあのツアーがファンクラブ経由でその抽選である。抽選なのそれも。だってもうあれでもうあの水木奈々さんって言ったら、うん、東京ドーム埋められるわけですよ、うんうん、約5万人来るわけですよ、うん、なのに台湾の会場600人しかキャパないですからね。それ無理じゃないの。でファンクラブで確か50人ぐらいの枠があって、だったそれが抽選だ。次回ぐらいにはね、うん、きっとこういろんなところで騒がれてるんじゃないかと、うん、そうです。ということで皆さんぜひゆかり王国来年の2月あたりかな、ツアーをやるそうですから。信者でないとチケット買えないの。いや一般発売もしてます。普通にピアとかでも買えるんで、うん、買えます、買えます。ではではでは、はい、ということで見てもらいましたね、千本松牧場というですね、いいですね、非常にローカルな場所に、人知れずゲームが残っているというですね、うん、まあ、これからもこういうこうちょっと古めのゲームとかねあったらどんどんレポートしていきたいと思いますので楽しみにしていってください。さあそれじゃあですね早速この後はゲストの小野さんと一緒にお届けするゲストコーナーでーす。はい、はーい、よろしくお願いします。さっきに引き続いても小野さんのお話ねどんどん聞いていこうと思うんですけども、はい、さっきも言いましたけどもこういった感じのねあのロゴとかもいろいろ手掛けられてるということでね、このギャラガとかあとここにあるドラゴンバスターとかそういうところをいろいろ手掛けられてるんですけども、これ当時としてはあれなんですか、こうもう全部自分で手書きで。そうですね、コンピューターとかなかったからないですからね、全部手書きですね。こう雲型定規みたいなやつで。そうですね、これその制作期間的には
どうだろう。長いんですか、これ。2週間、1週間、2週間とか、結構、バラバラだったんですけど、うん、まあ、名前が決まってから、うん、まあ、大体1週間とか、そんなもんかな。名前が決まってから、このロゴを作り始めるっていう。そうです、そうです。だから変な綴りだと嫌だなとかねそう、ギャラがっていう綴りになるかどうかまだ分からなかった。分かんないです。なるほどね。そういうのはもうドット絵もやってロゴもやってみたいな、もう全部。そうですね、最初のうちはまあグラフィックメインだったので、ええ、そういう方にね専念できたんですけども、ええ、ドット絵やるようになってからは両方やってたので。じゃあそのさっき83年4年相当いっぱいやられてましたけど、はい、もうそのドット絵も描いてロゴもやってっていう。そうですね。であと広告もやって、この広告もなんか小野さんたちのところでやられてたっていう。そうですね。すごいですよね。これ以外にももういろいろ広告が、ナムコの広告があるんですけども、これとかも、これはまあボスコニアンの広告ですけどもね。そういうのをひっきりなしにいろんな仕事が入ってくるってことですよね。そうですね。結構空きがなかったかな。これ終わったら次これみたいな感じで。へそういうのはみんなで手分けして。そうですね。一応グラフィックチームが何人かいたので、で手分けをしてやったりもしてましたけど、はいはいはい、まあゲームのテーブルにこう置くインストカードとか。そうですね。あとはまあそのテーブル自体のコントロールパネルの、はい、その字のデザインとか、そういう細かいところがいっぱいありますもんね。で、ね、うん、でコンパネなんかはそのうち共通なもんになっちゃったので。ああそうです、その平坦な平たいやつになって、そうですね、昔はもうゲームごとに、そうなんですよね、すよね、こう縦型にこうなってて、うん、そこにこう絵が描いてあったりして。そうなんですよね。でもっと昔そのアップライトの機械があると、その横の絵とか、そうですね、いろいろあって、どう昔はそっちの方が多かったけど、はい、だんだんドット絵が多くなってきたっていうことなんですね。そうですね。でも結構ドット絵とロゴはやってました。広告とかそういうのはなくなってきたんですけど、ドット絵とロゴっていうのは必ずついて回るっていうか、ずっとやってたっていうか。このロゴとかはやってくれよって話が来るんですか、こういうボスコニア。そうですね、デザイン化っていうところがあって、そこへ来るんですよ、デザイン系のものは全部、そうするとグラフィックだったらこっちとかこう振るんですけどね、それでまあ大体こう、じゃあ誰それやってみたいな感じで振られる。今こうツイッターの方でディグダグってゲーム中とポスターでロゴが違いますよねっていう、なんかすごいツッコミが。ああそうです、そうです。あの頃はね、そうなんですよ。昔はもう全然ロゴが何種類もあったみたいな感じ。ああなるほど、なるほど。はい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 。まあそう意識したわけじゃないんですけど、そうなってたですね。確かに。だからディグダグも正式なロゴがあるわけじゃなくて、何種類もあるっていう。だからディグダグの場合はグラフィックとして出たロゴが正式なんですけど、画面では多分なんだろう、あれ結局黒ベタかなんかで抜いてるだけなんですよ、普通のアルファベット。はいはいはい。容量の問題だとか、そういう制約が結構あったので多分そういうことになってた。絵が入れられなかったりして。そうです、そうです。なるほどねすごいですね。もうボスコニアも好きだったっていう人いますからね。かなりこのあれもロゴ全然違いますもんね。違いますね。あ、そうですね、ゲーム中とここの、うん、今ここに出てるやつと、ね、このポスターもね非常に素晴らしいイラストでね。そうですね、長岡修正という、長岡修正さんのイラストがね、これ綺麗なんですよね。これでかいポスターで見るとね。なるほど、この辺をもう一手に引き受けていたという。そうですよね。あとマッピーですね、やっぱりこう忘れてはいけない、はい、マッピーとかの細かいこう、まあ、このニャームコたちのドットもそうだし、置いてあるこう展示品みたいな。そうですね、盗品って言うんですけどね。盗品本当は盗品ってなんか今だったらあんまり言えないんじゃないかみたいな気もするんですけどね、うん
ここになんか広告もありますけど、こういうこうね、もともとはロボットだったんですけど、あ、そうですね、そうですね、うん、それをゲームにしちゃったっていう感じだと思うんですけど、こういうなんかエレメカとか、まあ、これエレメカとかロボットですけども、はい、なんか乗り物とかもいろいろ手掛けられてましたね、ああいうのはその色のデザインとか設計とかそういうところを、まず形から入って、で多分形をデザインしたら、メカの人がこう図面描いてくれるんじゃないかと思ってたんですけど、お前描くんだよって言われて、図面描くんですか？図面も描きましたし、で上がってきたやつにカラーリング、試しにあの1台上がってくるんですけど、でそれにあのスプレー買ってきて、自分でやるんですか？自分でやるでしょ、そうですよ、試作室でね、自分でね、あのマスキングしてスプレー吹いてやってましたよ。あの匂いの充満するなんかね、すごかったですね。すごい。結構ね、だから手作りで昔はやってたから、あの普通のアップライト筐体もあの最初模型でデザイン、カラーリングとかの検討をした後で、あの原寸で実物で、あの作って、はいはいはい、で離れてみたりなんだりでこういろいろやってましたよ。へえ。その頃のやって今考えるとすごい楽しいことやってたなって、そうですよね、思いますよね。いろんなこうこう何でしょう、こうエレメカとかこうちっちゃいファミリー向けのやつとかね、そうですね、いろいろやられてますから、ね、うん、算数道場とかこうかなり懐かしいいいやつですよね。あの知ってるかな、みんな。みんな知ってるかな。知らないと思う。これですね。これハンマーでピコピコハンマーみたいなやつで計算式が出るやつの答えを叩くんですよね。うんうん、こう現代感覚マシンって書いてありますけど。すごいですね。すごいですね。これでこう瞬時に計算して答えを叩くと、いっぱい叩くと点が高いっていう。まあ、こうモグラ叩きの算数版みたいなね、脳トレですよね。あ、今言えば脳トレと言えなくもないっていう、すごいですね。いや、こういう時代にいろいろ作られてたっていう。そうですよね。僕すごいこうこの頃の時代の人にすごい聞いてみたいことがあって、この当時の人のこう遊びのライバルっていうのは何だったんですかね。遊びのライバル、当時そのゲームセンターに行く人が他に楽しんでやっていたことって、うん、どうなんでしょうね。私より今はもう僕たちはゲームが昔からもう当たり前のようになって、なるほど、こうそれでしか遊んでないんですけども、うんうん、その当時の人は他にどういう遊びをしてて、そうですね、でどういうものと一緒にこういう当時みんなが遊んでたのかなっていうのがちょっと最近気になる。カラオケなんかもないですしね、まだね、だからどうなのかな。ボーリングだとか、ボーリングは流行ってますね。あとバッティングセンターとかね、多分なんかそういう方に行くんじゃないかなと思うんですよね。だって麻雀とか、例えばあの一回すごい流行ったけどビリヤードとか、あの辺は多分もうちょっと年代が上の人の遊ぶもんだみたいな感じだったんじゃないかなって気もしなくもないですね。ああ、なるほどね、うん、だからその当時のこういうゲームを作ってた人たちはどういうこう遊びを参考にしながらいろいろやってきたのかなっていう。そうですね、うん、私個人ではよくボーリングをやってましたけどね。あ、結構昔はあの昔は並んで結構街が出るぐらい人気があった時代がありましたから、そういうところでやってた。そうですね、だから会社入る前、高校卒業したあたりかな、はいはい、から結構やって、会社でみんなで遊びに行こうみたいな時って、そう、大体ね飲み行っちゃうか。あ、飲み行っちゃう。ボーリングも行きましたよ。はあはあはあ、好きなやつがいたんで、はいはい、先輩にもいたし、ですっごい好きな先輩がいて、2人でね仕事終わってから行くんですよ、で10ゲームずつやって、そんなにやるんですか。で帰る。それがパターンでしたか。10ゲームって相当手が疲れますよ。
今もうできないですね。昔平気でしたよ。あと休みのたんびにボーリング行って10ゲームとか。うわ昔すごいな。で3連休の時に3日連続で10ゲーム12ゲーム10ゲームっていうのもあったし。それ何時間もかかりますよ。それもずっとやりっぱなしになってないといけないから。すごい。だいたい遅くなりましたね帰りね。うん、なるほどね。じゃあそういうのが割とそうですね昔の人はやってた、うん、まあこの小野さんが入る前のこうナムコのねあの広告とかもあるんですけど もっぱらこの自動車のドライブゲームこれ F1 ですけどもドライブゲームとかやっぱこう現実にあるものが結構多かったと思うんです、うん、そうですね、うん、だからこうナムコですごいこう急にファンタジックなこう夢の世界みたいなディグダグとかそうなんですけど、うん、そういうのが出てきたのはなんかすごいなと思いますよね。まあ、ラリー X とかはこうちょっとドライブ的なちょっとラリーみたいな、ね、ところはありますけども、なるほどね。いや本当にこういろいろあのねそれぞれの個別のタイトルについてはですね昔の小野さんのインタビューでいろいろ聞いてますそうですね、はい、あのぜひともそちらもね見ていただきたいと思うんですけども、はい、ここではですね小野さんのよりパーソナルな話なども聞いていきたいなと思うんですけども、趣味や特技みたいなこうちょっとこう、まあ、ゲームと離れて普段やっていることとか。そうですね、子供の頃からプラモデル作るの好きだったんですけどね。あの小野さんといえばなんか机にいっぱいこうプラモデルとかが、おもちゃがいっぱい載っている写真が有名ですけども、うん、最近はねどちらかというと積む一方なので、積む一方でまだ積んであるんですね。そうなんです、あの倉庫を借りたりとかしてまして、あのコンテナ貸しコンテナをトランクルームとか、はいはい、トランクルームちょっとでかいやつ、うん、ちょっと大きめのやつで。じゃあ相当貴重なやつとかを持ってらっしゃるという。どうなんでしょう、あの奥の底の方なので、古いやつは。そう、奥の底の方に古いのがどんなのがあるんですか。昔のやつですか。昔のやつですね。海外のやつとか。海外のもありますけど、あんまりやっぱ高いので、海外のはそんな数は少ないですね。へ、うん、もういろんなジャンルの車もあれば。ね、船がないんですよあんまり。船はあまり作らない、うん、で戦車も少なくて、で車がね一度ね凝ったことがあったんですけど、結局ね元が飛行機だったので。あ、元は飛行機だ。元は飛行機だったんですよ、はあはあ、でそっちへ戻ったかなみたいな感じで。当然あのねガンダムだとかロボットキャラクターも、うん、あっちもまあありはしますけれども。へ、そうですよね、なんかあのゼビウスのなんかパーツをいろんなところ持ってきたりみたいな話前ありましたもんね。あの、ソルバルーを作った時にね、あのいろんなとこから持ってきて作りましたけどね。それで作れるぐらいいっぱいあったってことですからね。へ、であとはそう、あの最近はペーパークラフトだとか。あ、まあ、前もそのゼビウスのペーパークラフトとかやられてましたけど、ああ、 ね、そういうのを結構趣味みたいにして作ってるってことですか。そうですね、あのだいたいダウンロードしてそれを作るんですけど、自分で設計っていうのはまだ2つ3つくらいなんですよね。へ、で昔あの頼まれてギャラクシアン の、 あのメカトンボ、あのポスターに書いてあるあのメカがあるんですけど、はいはい、それを作ったことが最初のギャラクシアン の、 あのポスターに載ってるやつ、うん、はい、あれを設計して、でこの間あの掃除してたら見て、出てきたんですよあのソフトが。ソフト、ナムコミュージアムヒストリー入ってるんですよ、うん、ナムコヒストリーかな、はいはいはい、それに入っててそれが出てきたんですけど、Windows 95なんですよあれ。結局見れなくて、どうしようと思って。それはちょっとぜひとも うまく掘り出したいところですね。そうですね。へ、うん、あとねさっきなんかそっちの、あ、はいはいはい、折り紙を、そう折り紙をねちょっと好きでね、ちょっと今日持ってきたんですけどね、これねすごいですよ、器用なんですね。
最初ね、このそうよく見なくてもこのギャラクシアン、これがねすごい綺麗に折られてる。これがヒューって折れていますからね。これちょっと昔作ってね折り方を忘れちゃったんですよね。でそしたらあの私の元同僚があのその青い方、ちっちゃい方、はい、それを持ってたのをあの貸してくれて、それでそれをこう慎重にばらしてでそのちょっと大きめの方を作ってみたんですけど、じゃあ今もう一回折れって言ったら折れるってこと。そうですね、でも覚えてないのでもう一回ばらしてまたやらないといけない。ばらしながら作る過程を思い出すみたいな。そうですね。へえ、すごい。これが あとはねこれこれこんなものを作りました。あ、こっちですね。こっちですか？これですね。まだこれはね、裏の状態でまずね。はい。でこれをですね、こうやりますね。こうやりますね。うん、でこっち向けるでしょ。かわいい。ってことに赤べなるわけで。そうですね。これはなかなか可愛らしい。いやいやいや。うん。これね、あの見えるかな、もうすぐ切り替わると思うんですけども、これちょっとなんか家のインテリアにもちょっと机の上に置いときたい一品っていう感じの。これしかもね、なかなかこの目のところの感じとかすごいこう可愛いデザインになってて、今見てもね全然いける。これいつぐらいに作られたんですか？ね、これはねどのぐらいだろう、4,5 年ぐらい前に考えたのかな、確か。すごい、うん、でもまあ形が単純なのですぐできたんですけど、あの目のね形がね結構あのいつもドットで描き慣れてるじゃないですか目って、だそういうに実際に丸い目を描けって言われると結構ね難しいんですよ、うん、ああなるほどなるほど、これが、だから例えばその全体のどの辺にこう描けばどのぐらいの大きさで描けばしっくりくるかなとか、そういうのは結構難しかった。なるほどね。で一応あの全色揃えて1枚にちゃんと4ついるんですね。いますよ、いじけもいます。かわいい。これ全然なんかこうインテリアとして置いといてもいい感じしますね、うん、ね、なんかやっぱさすがあのいろいろ作ってらっしゃる方はいろいろこう普段でも仕事以外でもやられてるまあね、あの手先がっていうか手を動かしてるのが好きなんですけど、うん、あさっきもねこのちょっと放送始まる前にボードゲームでこうドットを作るボードゲームっていうのを紹介したら、ちょっとそこでこうこういうのいろいろ自分であ落ちちゃった作ったりしてて、なんかあるとちょっとこういうの作られてるっていう、なんか動かしてればいいかなみたいな指をね。じゃあもう普段からいろいろなんか家とかでも作ったりして、そうですね、なんかうん、あのなんかチラシがあるとゴミ箱折ってみたりとか、チラシいろいろへなんかしてますけど。なるほどね、うん、まああの前にねパックマンテンの時に、はい、あの出られたトークショーで出られた時もね、あのケーキのドット絵を描かれて、はいはい、で持ってきていただいたりとか、すごいこうまめにいろいろなものを作られてて、これはねちょっとまだまだいけるなっていう、どんどんこれから新しいもの出てくんじゃねえのかっていう。ただねやっぱ年取ると ね目の方がねついてかないんですよね。ああなるほど、うん、だから老後の楽しみっていうのはあれはね嘘です。目が悪くなっちゃうんでもうね。今なんか老眼鏡って言わないんですよね。リーディンググラスとか言うんですよね。かっこいい。かっこいいですよね、うん、そういう名前でやってるんだ。そうそうそう、へなるほど。 そんな小野さんのですね近況なども聞いてみたいんですけども、はい、最近はどういったことをされてるんですか、ね、そうですね、今ちょっとフリーになりまして、フリーというと聞こえはいいんですけど ねフリーになってこういろいろこうちょっと自分の時間を取ってこういろいろできるようになっているってこと、ただまだこう先のことを決めてないので、割と今はちょっと
今はまだちょっと、うん、グータラというグータラですけどまた何かをそうです何かしたいなというふうに思ってまして、それはね、これだけいろいろ作られてる方ですからね、ぜひ仕事があればですね。いやもう、ええ、これ見てる方もう今はお願いしなきゃみたいなことにどんどんなりますからね、ぜひともこの小野さんの方にですねあのお便りいただければなと思います。8ビットの世界で生きてますのでそういうのは作れます。あ、いやいや全然需要あると思いますしこれドット絵ってかえってこうまた今、まあ、見直されてはいるんですけど、当時の昔のナムコのやっぱこの頃のブラウン化に移ってたドット絵っていうのは、うん、ちょっとやっぱりこの違うところがあるような気がしてて、この少ない色数でしかもこのドットの中にこう、うん、そうですね、突き詰めたものを描くっていう技術はやっぱりなんかこう職人芸みたいなところがありますから、それをこうずっとこう積み上げてきたもの、小野さんとかにはねいっぱいあると思うんで、これをぜひともこう日本の伝統芸みたいなところでこうどんどん伝えていってもらいたいなっていう気がねものすごいするんでですね、ぜひともこれからもね、はい、ご活躍を期待しております、はいはい、ということで、ちょっとこの後ですね放送局からのお知らせをしたいと思いますよ。あれそっちか、はい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 、放送局、次回の放送局はまだ未定ですけども10月の末頃に、お届けする予定ですので、また、楽しみにしてもらいたいなと思います。そしてですね、ギャラクシアンはこちらに戻ってもらいましょうね、はい、プレゼントのおさらいをちょっとここでしたいと思いますよ。プレゼントの送り先はちょっとあれですけど、こちらのディグダグコース、3種類プレゼントありますからね、ディグダグの後ろにドットマンさんのサインが入っております。これディグダグの音が出るというですね、なんかちょっと音楽これでいいのかしらっていう、ね、これもありますし、もう一つがこちらのサウンドのゼビウスのゼビウスコースですね、こちらもドットマンさんのサイン入りで1名様。そしてもう一つがサンダードラゴン2、これ並木学さんのサイン入り、初期の素晴らしい名作の CD をこちらも1名様にということで、こちらの3コース、ディグダグかゼビウスかサンダードラゴン2か、コース名を変えていただいてこちらの方までですね、ぜひとも応募いただきたいなと。onitama.tv/PR の方で、フォームが開きますんで、そちらに、どしどしメッセージなども含めてコース名をお書きいただいて、メールアドレスもお書きいただければそれで応募できますんでね、どしどしこのドットマンさんのこれなかなかですね貴重な、もう当時のファンにはたまらない一品だと思いますんでね。ゴーストコースも作っちゃいませんか。ゴーストコース作りますか、これ。これ。これ、これですかこれいいんですか、もらって嬉しいかっていうところもあるんですけど、ね。いやいや、これ、これいいんですか、これ、俺が欲しいぐらいですけども。あ、そうですか。いやいや、でも、じゃあ作りましょうか、これ。作りましょう。はい。ゴーストコース。この、かわいい赤べ。これサイン入れちゃったらちょっともったいない感じするんで、これこのままですかね。背中に入れますかね。背中に入れられますかね。畳んじゃえばいいんですよね。あ、じゃあ後でちょっと入れてもらいつつですね、うん、これもう世界に1個ですからね、これお手製ですから、ね、手作りっていうこちらの可愛い赤べのコース、赤べでいいですはい、こちらのコースも含めて、こちらの方にどしどしお便りをお寄せいただきたいな思います、ね、今日ですね、もう放送時間いろいろ過ぎて、もういろいろまだね話聞きたいんですけども、そろそろですね締めの言葉をドッ
ドットマンさんにね聞いていきたいなと思ってるんですけども、はい、最後にですねファンの皆さんに、まあ、あの昔からいろいろナムコのゲームに親しんできた方もいらっしゃると思いますし、まあ、あの後からファンになった方、あの当時やってないけども、あのクラシックナムコクラシックとかでやられてる方もいると思うんですけども、うん、こういったキャラクターのファンの皆様とかにこう今こう何かこう小野さんの方からありますでしょうか、うん、はい、縁も竹縄でございます。まあ、あの作り続けて34年経ちましたけども、まあ、あの未だに私の作ったキャラクターたちを好きだと言ってくれる方々が、いらっしゃるということは非常に私にとってありがたいことだと思っております。これからも、うちのこのキャラクターたちを、うちのじゃないですな、もうね、私の作ったキャラクターたちを、ずっと愛し続けてください。またそれで何かあったら、あのどこかで私の作った別のキャラクターが出てくればいいなと自分でも思ってますので、その時はよろしくお願いします。ありがとうございます。とてもいい、もうね本当にこうまさに小野さんの手で生まれて日本からさらに世界に広がっていった、こう何でしょうね、こうまさに小野さんのこう子供みたいなのね、本当にこう当時のこういろいろな思いが詰まったものだと思いますので ね、その辺をこれからもね、あの忘れないでいてほしいというのと、あとはやはり、まあ、小野さん自身もぜひともですね、これからもいろいろなものを生み出していって、はい、さらなるこのドット絵の道をですね、はい、探求していってもらいたいなというふうに思います。はい、今日最後にまだこう見せてなかったやつあるんですけども、あ、そうですか、こちらなんか新しく作り直したドット絵らしい、ね、トイポップの時でしたっけね、はいはいはい、スタッフの似顔絵を作った時の、そうデモ中に出てくるんですよね、うん、これが自分のやつをちょっと手加えてプレート風にしました。プレート風にこの頃はまだタバコ吸ってたんですけどね。今はもうドクターストップが何年か前にかかって以来吸ってないですけど当時の小野さんの、そうです、この自画像みたいな、そうです、うん、帽子とタバコは欠かせなかったですね。あ、トレードマークみたいなもんだったんですから、うん、でもこれ割となんか当時の感じが出てますよね。そうですね、すごい。でこれ下はメトロクロスこれあの、ね、未来犬が映ってるというね、このまだ当時なかった未来犬がなぜか映ってるというこの驚きの予言予言ドット絵という言われているこのすごい、ね、素晴らしいですね。ということでですね、まあ、あの、はい、またぜひともですね、あの機会がありましたら、そうですね、こちらのね、はい、あのスタジオの方にもお越しいただけたら嬉しい。お声掛けいただければいつでも参上いたしますので、もうね、はい、皆さんの方からもいろいろメッセージいただいたんです。ギャラクシアの基盤大事にしますっていう方もいらっしゃいますけど、そういう方いるんですね。すごいですね。マッピーニャムコミウキも最高ですって言ってる方いますよね。いやね、ということでですね、今日は最後まで皆さんもね見てくださってありがとうございました。そして小野さんも最後までお付き合いいただきありがとうございました。いや、とんでもございません。皆さんもね次回もまた OBS ライブの方楽しみにしていただきたいと思います、はい、それじゃあ今日はこの辺で失礼したいと思います。それじゃあ次回までさよなら、グーだグーでさよなら